ありがとうございました。続きまして、次はクラス K-POP コピークラスの火曜日メンバーに踊っていただきます。一番下は小学校2年生、一番上は21歳までで構成されているメンバーになっております。それでは皆さん、お楽しみくださいませ。ありがとうございました。では続きまして、ちょっと次僕も、出させていただくんですけれども、僕自身はちょっとスタジオインフィニティのヒップホップやアニメーションダンスのインストラクターをやっておりまして、基本的には、ダンサーの中でちょっとバトラーと呼ばれるものとなっているんですけど、即興で流れた音楽に対して、どちらの方がより、音楽に合った踊りができるか、みたいな感じなんですけども、簡単にちょっと経歴の方を話しますと、北海道ですとか全国の大会では優勝したり準優勝や優勝ですとか、もらっていただいている人間なんですけれども、ちょっと全部話してしまうとちょっと時間が押してしまいますので、ちょっと急に流れた音楽で踊るのが得意な人と覚えていただけるとありがたいです。それでは、実際に踊りますので楽しんでいただけると嬉しいです。Interrupt, no kid, you can't win. The only price I
Like butterflies, if you say what's on my mind, what I pull by, should I
ありがとうございました。では続きまして、次は、僕がちょっと毎週水曜日に担当させていただいているヒップホップクラスのショーケースになります。ちょっと今回出る子はまだちょっと初めて、大体半年くらいかな経ってるかなっていうところです。ちょっと人生初めてのステージ上はありますので、皆さん温かい目で見ていただけると嬉しいです。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。では最後にご挨拶させていただければなと思いますので。皆さんこんにちは。本日は暑い中私たちの発表を見ていただきありがとうございました。私たちは新札幌にある道内初 K-POP に特化したダンススタジオです。また K-POP の他にもジャニーズの韓国や J-POP のコピー、ヒップホップ、ワック、ジャズなど様々なジャンルのレッスンに対応しておりますので、少しでも興味のある方はダンススタジオインフィニティで検索してみてください。お祭りはこの後も続きますので、皆さん熱中症には気をつけて最後までお楽しみください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではちょっと最後に一つ、ちょっと告知をお伝えしたいんですけども、先ほど、踊っていただいたこちらの、空なんですけど、来年の、4月かなぐらいからスタジオインフィニティで、インストラクター先生の方をさせていただきます。なのでもしよろしければ、来年空のダンスを見てちょっと同じ動きしてみたいというのがいいなと思ったらぜひ受けてみてください。よろしくお願いします。